いきなりでごめんね。ずっと前から好きでした。誰なんだよ好きなやつって。僕じゃダメですか。告白予行練習だよ。もし私に彼氏ができたらどうする？本気になるよ。好きな人とかいる？私だけ浮かれてた。あかりの好きな人の話。それは片思いなんだってさ。4時10分この教室で待っていてもらえますか？もし告白だったら。俺はあいつのことが好きなんじゃねえ。これってお前のことが好きなんだ。